はい、どうも、カッパ院長です。それと、じゃあこちらの動画ではね、小泉京子さんまたかって感じですかそうですね、僕も正直あ、またかっていう感じですけども、いや、入管法改正ですね、これに対してまあ反対、なんだろう、最初からなのか途中からなのか何だか知らないですけどもね、まあ、小泉京子さんがこの入管法改正に対して、まあ反対意見だと、送還するんじゃなくて保護しなさいっていうようなことをおっしゃってると。はい、3、はい、断る。なんでですかね、なんで保護しなきゃいけないんですか、犯罪者を。まあ、なんかインタビュー形式になってるのかな、反日クソマスゴミ、朝日か。難民認定の申請中でも外国人の送還を可能にする入管改正法、入管法改正案が注目を集めていますと。まあ、反日外国人にとっちゃ都合悪いからな。2年前 SNS では法案に反対する投稿が相次ぎました。小泉さんもその一人だと。で、朝日とのインタビューだと。21年5月、ハッシュタグ難民送還でなく保護とツイートしましたよね。で、それに対して、名古屋入管に収容中だったスリランカ人女性ウィシュマ・サンダマリさんが亡くなりました。人が命を失っているのに政府に答えがない、見せてくれないことに何だと思っているんだと感じました。そもそも不法滞在なんですよ。人の命をすごく軽々しく扱うんだなっていうのが嫌でしたと。日本で働いている外国の人や働こうと思ってくる外国の人に対してウェルカムな扉を開けているようで、実情は結構ひどいことしている気がする。みんな同じ人間なのになと思ってしまう。いや、同じ人間じゃないですね。で、次は芸能人が政治に踏み込んだ発言すると反発や中傷も生まれますと。違いますね、芸能人だろうが何人だろうが。あ、これは僕の見解ですよ、僕の感想ですけどもね。反日かそうでないかっていう、そこですよ。それは反日発言、反日行動には反発もありますよね。抽象ではないですよね。事実の指摘ですけどね。20年、検察庁法案改正、法改正案に反対するツイートをした時も大変だそ、大変でしたねって。芸能人のくせにとか、アイドルのくせにとか、ツイッターでたくさん来ましたと。自作自演じゃねえの。まあ、中にはそういうね、ちょっと頭足らねえなんかツッコミも入ったかもしれないですけどね。芸能人だからとかスポーツ選手だからとかじゃないですよね。反日かどうかですよ、結局は。だから僕は反日かどうかで見て、ね、政府、ね、この政治家連中にも、ね、違うんじゃねえのって言うし、この企業に対しても、あとはまあこのマスコミの、ね、このテレビ家連中とかに対してもそうですよね。だからまあ芸能人のくせにっていうふうに言われるっていう、なんて言われたのか知りませんけども、まあ、テレビや界隈、ね、芸能界には、ね、この反日パヨった輩がすげえ多くて目立つ、だからまあ一緒くたに一括りにされてるっていうのはあると思いますけど、でもそれも自業自得だよね。実際そういうやつ多いじゃん、ね、だから中にはそうじゃない人もいるんだろうけれども、ね、そこを言われたっていうことは、ね、そういう事実があるからじゃないの。誹謗中傷じゃないよね、事実を指摘してるんだもんね。で、事務所に電話がかかってきたり、メールや手紙が来たりもと。まあ、嘘か本当か知らないですけどね。でも、いろいろ言われるのも仕事のうちだと思うんで、傷つくって感覚ではないですね。ドラマに出ても、下手だ、ブスだ、太った、老けたとか、何をやっても言われる立場で仕事しているので。まあ、この後もなんかね、ああでもないことまで続くんですけども、まあ、大した中身はないんで、ね、カットしますが、まあでも結局こう、ね、この人に限らず、じゃあ例えば入管法改正、ね、まあなんかこの人権派弁護士とかさ、なんかこの外国人支援団体とかさ、いろいろこの界隈群がって、なこれもほら、反日売国スキームですからね、黄金チュッパチャプス界隈の、ね、反日売国ネタの一つとして使っているだけ。だからその当事者が気の毒とも僕は全然全くこれっぽっちも1ミリも思わないですけども、ね、所詮は日本のルール法律破って、ね、いちゃいけないくせに、ね、居座ろうとあがいている、嘘でたらめこきながら、そんな輩に、これっぽっちもなんか配慮というか、ね、そんなことしてやらなきゃならない理由が1ミリも見当たらない。で、実際その支援団体とか支援者とかさ、
ね、そういうやから、うん、じゃあ自腹で、ね、未然に切って、ね、そいつらなんとかしてやろうなんてやつ、ただもう一人もいないじゃん。じゃあこの小泉さんぐらいこのね有名人で、ね、この拡散力も影響力もある人、うん、自分の財産で責任持って面倒を見てあげるっていう行動にはなんでいかねえんだよ。まあだからさね、うん、主義主張掲げるのも結構ですけども、だ結局はこれだって反日売国税じゃんね。こうやって日本この社会この分断ね、うん、混乱させてさ、反日売国税にとって都合のいい社会に作り変えようとするための、うん、そういう動きの一つでしょね。うん、入管法だから不法ね、不法滞在者ですよそもそもがね、強制退去させられるのが嫌だからね、うん、難民申請ね、偽りのですよ、難民申請し続けて偽り続けている、で勝手に数も増やしてる、うん、だからこれもどこまでね、うん、不法滞在者ね、このゼロに近づけていけるか分かりませんけども、うん、残念ながら僕はあんまり大して期待してないですかね。いていいなんていうことを考えてるわけじゃないですよ、当たり前ですけども、うん、ね、母国へだろ、母国だよ母国ね、無責任な偽善でね、人の命なんか語ってんじゃねえよてめえは、うん、だったらてめえんちで保護してみせろよ一人ぐらい、うん、ね、じゃなかったらもうね、なんか億単位でね、保護施設やらにこうね立ち上げるでもいいし、すでにあるところに寄付するでもいいですけども、うん、そもそもがね、この入管施設ね、この国民のこの税金で賄ってんだろ、うん、ね、犯罪者食わせるための施設じゃねえんだよそもそもが、うん、まあ入国の見込みがねえのにね、この送還ね、退去させないのはね、それこそ人権的に問題だろう、人道的観点からも一刻も早く強制送還しないとダメ、うん、これが全てですよね、うん、まあなんか立憲共産社民令和ね、この辺ね、反日、売国政党と主張がもう一緒ですからね、うん、気持ち悪いよな本当ね。こうやってなんかこのね、うん、偽装難民ね、犯罪者ども、ね、擁護するような発言するやつに限ってね、面倒なんか見やしねえよ本当に、鬱陶しい、責任取る気がねえんだったらもう口も開くなよ、うん、って思いますけどもね。今回は以上されてございました。ではまたごきげんよう。